いや僕ね、やっぱり人間なので、なんて言うんでしょうね、無知であったり、未熟であったり、傲慢であったりって全部の要素を僕はちゃんと持っているので、やっぱね、幸せになりたいっていう願望を持ってない人はおそらくいないですよね。で、幸せになり方であったりとかを勉強する場所とか情報もあるんですよ。でも渋谷君が質問してくれた通り、そもそも幸せってなんだっけなんだっけが分からなくなるタイミングってあったんですよ。皆さんないですか？まあ、ある人もない人もいるかもしれない。僕はあったんですよね。ないって、ちょっと待てよ。何のためにやってたんだっけ？幸せになるためだよな。ほんでなんか幸せな実感、ちょっとないな、みたいな。まあ、例えば分かりやすい例で言うと、毎日のように一生懸命朝から晩まで仕事をしてると。で、もちろん仕事は何のためにするの？って言うと、誰かに貢献して、その、喜んでもらった分の投下交換としてお金をいただき、まあ僕の場合サラリーマンやっていたので、その時は会社に貢献したという価値に対して会社からお給料をいただき、そのお給料をゲットしたことによって、そのお金を使って豊かな生活であったり、自由な時間であったり、また新鮮な体験などを通じて自分を幸せにするものだというふうになんとなく思ってたんですよ。でもね、なんか朝から晩まで死ぬほど働いてるうちに、ちょっと待てと、これなんか働けど幸せに向かってる感じせえへんなっていう時期もあったんですよね。例えば仕事をしたからこそ悩むってことあるんですよ。例えば部下の育成に悩むとか、上司との関係に悩むとか、お客さんのためにと思ったのになんかクレームが来て落ち込むとか。でも幸せになるためにやったんですよ、全部。そうですよね。不幸になるために働いてる人ってちょっといたら手を挙げてもらっていいですか？あまり出会ったことがないですよね。で、僕もそうでした。幸せになれると信じて働いてるのに、なぜだか幸せじゃなくて不幸な体験の方が増えてんじゃねって思ってた時期もあったんですよね。で、考えました。何が幸せなんだと。例えば、結婚してなかった時、上司を見ていると、結婚してるけど、結婚して幸せになったよって言ってくれる人っていなかったんですよね。鴨頭、いいか？お前は独身だからいいけどさ、結婚すると大変だぞって言うんですよ。マジっすか？だってしたことないからさ、その時って。したことないけど、したことある人が一人じゃないよ。ほとんど言うわけ。大変だぞって。いや、っていうかね、僕が独身の時に出会った、先に結婚した先輩で、鴨頭、お前結婚いいぞっていう人、僕ね、一人も会わなかったんですよ。全員、大変だぞ。めんどくさいぞ。今のようにはいかないぞって。もう、ちゃんと、なんでですかって言うと、ロジカルに、答えてくれる人もいるんですよ。いいか？まずはな、お金の自由が減ると。今、お前、給料全部使えるだろ？神さんと結婚したらな、全部持っていかれんだぞ。そっから小遣い制だぞ。変だと思わないか？だって稼いだの誰だ？お前だろ。でもそれ一部をお小遣いを、しかもヘコヘコしながらいただくんだぞ。おかしいと思わないか？あ、ほんまやとかね。それだけじゃないぞ。時間もだぞ。いいか？今は自分の時間自由に使えるよな。そうはいかないんだぞ。休みの日には家族サービスしないとブチ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 言われるんだぞ。自分が行きたくないとこにも行かなきゃいけないんだぞ。大変だと思わないか？いや、それなんか大変そうだなとか。わかります？しかもな、いいか？結婚したらな、他の女性と仲良くできないんだぞ。それは無理っすみたいな。わかります？独身の時にそんな情報を聞くとね、なんだと、ネガティブな情報しか入ってこないから、お、結婚したくないって思ってた時期もあったんですよね。で、僕は、ラッキーなことに、宇宙一の神さんと出会っちゃったんですよ。アキコさんって言うんですけど、でも結婚したらね、独身の時の日じゃないんですよね。めちゃめちゃ楽しいんですよ。だってね、なんか別にいつも一緒にいるわけじゃないんだよ。仕事してる間は別々になるやんか。そういうことは別々の体験するわけですよ。僕は例えば講演会でこうやって長野県諏訪市とかに来るわけじゃないですか。で、素敵な人に出会ったりとか感動とかいっぱいもらうじゃないですか。それを家に帰ったら喋るんですよ。おい、諏訪やばかったと。もう諏訪もう景色もいいし、食べ物もおいしいし、それだけじゃない。人がやばいと。もう諏訪の人かどうかわからんけど、いい人しか集まってなかったと。
僕の顔を見ただけで涙を流してくれる人までいたと。いい、わかるか、アキコと。その人が幸せなだけじゃない。俺はその人に会っただけで俺まで幸せになってると。すごくないか。まだ講演してもないのに幸せ増えてんだぞって話をアキコの前でするわけですよ。アキコさんは機嫌が良ければ聞いてくれるわけですよ。すごいですよね。だって増えてるじゃないですか。わかります？一人だったら、今日ホテルの部屋で感じたら、それで終わりなの。一ハッピー。でも、アキコさんが受け取ってくれたらね、二ハッピーなんですよ。いや、もっと言いましょうか。一回僕味わって一で、その後アキコさんに行ったら、アキコさんが幸せになって、そのアキコさんが幸せな顔見て、また幸せになって、最低三ハッピーなんですよ。やべえな、結婚って思ったわけ。僕はね、報復をすることにしました。今まで先輩たちが結婚した時に、大変だぞ、とかね、幸せじゃないんだぞ、と、大変だぞばっかり言ってた人たちに、嘘つきだなてめえと言いに行ったんですよ。結婚したらめちゃめちゃ楽しいですと。なんか楽しいことは何倍にもなるし、辛かったことは話すとすごくマイナスになる。いや、マイナスを超えてプラスになる時もある。こんなに大変だったんだ、辛いんだって愚痴をこぼした時に、頑張ったんだねって言われると、なんかね、マイナスがゼロじゃないんですよ。受け取ってもらえたって、マイナスからプラスまでいっちゃうんですよ。やばいじゃないかと。嘘ついたでしょって僕先輩に立てついたんですよ。さあ先輩なんだと思う？それは最初だけだってすごいよね。僕は結婚して18年経ちました。新婚の時よりも今の方が幸せですね。圧倒的ですね。誤差じゃない、圧倒的に幸せです。今日嬉しいことがあったことをアキコさんに明日喋ります。その時に18年一緒にいろんなことを乗り越えたアキコさんが、よかったねよし人って言ってくれた。よかったねはね、もうね、結婚1年目の日じゃないんですよ。だってそこにはいろいろあったけど、本当になりたい自分になれたねっていう音がアキコさんの音に含まれてるわけじゃないですか。その嬉しさったらないわけですよね。だから僕は、幸せになるということはどういうことかっていうと、今僕が自分の中でこれこそ幸せだって思ってることはたった一つです。幸せだなと思うことです。だって結婚したら幸せだって僕は思ってますけど、先輩たちは同じ結婚したけど幸せだと思わなかったんです。でも僕は幸せだとしか思えないんです。その違いは結婚というプログラムの違いではないってことが分かりました。違いはたった一つ、幸せだなと思うこと。それは結婚だけではなく仕事でもそうです。朝目が覚めて窓を開けた瞬間にどう思うかもです。今日も僕このホテルに泊まらせてもらったので、朝カーテンを開けた瞬間、諏訪湖が、そして空が、そして太陽が、鴨頭よし人よく来た、お前は今日も太陽のように出会った人を照らすんだって言ってもらえた気がして、まず人泣きできるわけですよ。こんな幸せなことはないなって。もしかしたら人によってはこの諏訪湖を見ても何も感じない人もいるかもしれない。またタイミングによっては諏訪湖を見ながら、くっそなんでこんななんだって、人生は苦行だ、そんな風に思うタイミングもあるかもしれない。でももしもそれをチェンジすることができるとするならば、僕は状況を変えることよりも幸せだなと思うことだと思ってます。最近僕ね、小さな新しい習慣を作ってます。それは幸せだなとつぶやくことです。できるだけたくさん、ああ幸せだなって。よくご飯食べてる時俺たち言うよね。言いますね、毎回ね。毎回ね、社員と一緒にご飯食べながら、幸せやなって、そうっすねっつって、これ仕事なんだよなって、信じられるかって、こんなに全国いろんなところに行って、
会いたかったですって言われて、いっぱいハッピーになってる人の姿を見て、俺たち飯食ってんだぞって、こんな幸せなかった働き方、いや幸せな生き方あったんだなっていう会話めっちゃするよね。しますね。するよね。その時に僕は幸せだなって思うんです。意味わかりました？幸せだなとつぶやいて、幸せを味わった時に幸せになるです。だからすごくすぼめて言うと、幸せだなとつぶやき、幸せだなと思うこと、これが僕の幸せの定義です。以上です。